はい、マイル先輩とラミー先輩とは初めて一緒にお酒飲むということで、よければお酒にまつわる質問なんかをね、いくつかさせていただければと思うんですけど、早速なんですけど、お酒でのやらかし聞きたいでーす。イエーイ、お酒でのやらかし。やらかし。なんか思いつくのあるみたいな人いますか？え、若い時、あ、どう、な、なに、自ら手を抜く。ね、すごいね。気持ちになります。いっぱいあるんだ。いっちゃん強いのよろしく。お願い。いっちゃん、いっちゃん強いのはちょっとね、問題があるんで、うん、2番目に強いのを聞きたいね。なんか、怖い怖い。気になるよ。とあるね、大都会って言われてる場所で飲んで、はい、日本酒めちゃめちゃ飲んだ後に、テキーラをいくつか頼み、で、さらに日本酒でそのテキーラを上書きするってやつをやってたんです。いや、肝臓に来そうだな。もう大丈夫なの。とんでもないことやったんですけど、まあ、その、飲んでいた場所、地域、土地が、まあ、いわゆるハブ、交通のハブになってるところで、いろんなところに行く電車がありまして、で、まあ、そのベロンベロンに酔った私はですね、どこだっけな、なんか、何かに乗ったんです。ね、何かの電車に乗って、で、それで、一回乗り換えた、いや、乗り換えてないかもしれないですけど、なんかもう、なんか半分寝て、半分起きてる状態で、ふらふらしてたら、気がついたら、静岡の熱海にいます。そんなことある？すごいね。大丈夫なのそれ。おい、真っ暗な熱海に行っちゃって、なんかもう、今で来たからもうせっかくだったら温泉入って帰ろうかなってちょっとなんか一周回ってちょっと冷静になるみたいな。え、それどうやって帰ったの？うん、終電あった？あの、寝カフェです。あ、寝カフェな。寝カフェ。熱海に寝カフェってあるのか？熱海にあるよ。ありますね。なんか割とね、どこでもあるんですけど、こう寝カフェに行って一夜過ごして始発で帰りました。なるほど、すごいな、なかなか。え、熱海の、これが2番目のやらかしです。熱海の寝カフェって温泉湧いてるの？いいな、入りたいな。ねえ、あ、湧いてない。あ、湧いてない。湧いてないんだ。そうか。でも、熱海はいいところだよ。熱海はいいところだよ。熱海いいところだよ。めっちゃ温泉のイメージがあったから、やばいね、でもね。それびっくりするね。そう、びっくりしました。酒は飲んでも飲まれるなと思いました。いや、教訓だな、それは。教訓だ。ラミ先輩はどうなんですか？ありますか、なんか。ホロライブに入って1年目、2年目ぐらいは相当酒でやらかしてるからな。え、そうなんですか？そうなんだ。もうやらかしてるから。はい。まあでもどうだろう、ノイパンってもやらかしたよね、一回。まあ確かに、無限にループした。無限にループ。会話がね。無限にループ。ノエタに通話をかけたら、ノエタも酔っ払ってて。そう。酔っ払い同士ずーっと話してるから、無限に、なんか話題が、順々にこう、ループしてて。そう。あれちゃんと、それさっきも聞いた、さっきも聞いた。なんて、免疫になった配信があったよね。そうなんです。免疫になったね、あれね。はい。マリーに怒られたもんね。多分ラミーは団長こんな酔ってるって思ってないで通話かけたのね。でも団長結構酔ってたから、向こうやっぱさ、うん、悪ノリでさ、うん、ラミーとね、なんかやっぱり団長絡み酒になっちゃうから、絡んでたらちょっとマリンからなんかディスコチャット来てて、おい嫌がってるだろう、やめなさい、おい誰がラミだぞっていうのが永遠に来てた。それ無視してたわ。そうなんだ。ね、あの頃はちょっとね、よく飲んでたよね。そう、若いな。リーゴラさん二人もね、気をつけてね、配信で。そうだよ、気をつけよう。いや、でも。本当に気をつけます。うちらそんな酔ったことないよね。ええガチで言ってる？どっちどっちの絵なんだ？ガチで言ってる？さっきなんかちょっとな、やらかせる感じの、あなた酒飲むとベタベタ触ってくるじゃない。えそうなんだ。そういう感じなの？嫌なるタイプか。嫌いじゃない。触ってくるタイプ。エッチになっちゃうの？エッチになっちゃう。やばい、どうしよう。無意識だった。触ったことある。わけわからんこと言うじゃん。え、リリカ、酔ってないよ。酔ってるかどうかで言われたら、ピーナッツとか言うじゃん。どういうこと？わからんわからん。どういう返し？ちょっとまだ信じられない。そんな自分はいないと思ってる。切り抜かれてるよ、そこ。自分で見ないよ、切り抜き。正直、めちゃくちゃ酔ってる自覚は、うん。あるかないかで言ったらピーナッツみたいなとこある。うん、あるね。いや、この話はさておき、
ておき、まあ、ノエル先輩はどうですか。まあ今ちょっとそのノエル先輩もベロベロだったって話あったと思うんですけど、男女それこそもう、はい、外でやらかしっていうのはなくて、ラデンちゃんみたいに。かっこいい。だから本当にその家で飲んでて、はい、なんか熱海にいたり、そう熱海にね。ああそういうことか、そういうことか。ラデンちゃんみたいなのはってことか。うんうん。そうそうそうよ、そうですよ。で男女でも、うん、家で結構さ、ちょっとお酒飲むのチャレンジしてみるかと思って、うん、そう若い頃ね、ちょ、まあ、男女まだ18歳プラス20数ヶ月でまだピチピチの20歳なんですけど、20歳になりたてのねホロライブ入る前の数年前に、うん、あのいろいろチャレンジしたんだよ。そうなんかさ、泡盛りとかさ、あれじゃん。あ、うん、泡盛りはきついね。ねえ、そう。やばい、泡盛り何かわかんない。何ですか、泡盛り。あ、ね、沖縄お酒。そう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 。雰囲気あれだ、度数強いのね。飲みすぎて、起きたら、うん、トイレを抱えながら、うん、ねえ、やっぱ。トイレを抱えあーねえ、あれ吐いてはないんだよ。でも、吐いてはないけど、はい、トイレでなぜか寝てるみたいなのあ、びっくりした。ヌエル先輩めっちゃやっぱ力もあるから、朝起きたらトイレやる。怖いです。いやいや、怖いです。怖いです。そんな。やるか。強すぎる。トイレで力尽きてたって、そういうことよ。持ってってないよ、持ってってなかった、よかった。えぇ、ー、それよかったってことなの。いや、ドラムを持ってたからね、この間のライブで。で、リリカちゃんはなんかあんの、うん、一番これ酔っ払っちゃったなって思った時は、うん、私結構この、だから洋服のセンスが終わってて、うん、おそうなの。でも可愛い服着てるかも、ね、可愛いよ今ね。でもなんか本当に今もちょっとあれなんですけど、こうふかふかの下にノースリーブとか平気で着るんですよ、はい、真冬なのに。こうコート脱ぐとノースリーブとか、はい、なんかその割とエッチな女やん。エッチじゃないんですけど。そう、薄着なことが多くて、なのにもう真冬にあまりに酔いすぎて、一回あのこう居酒屋から帰るときに、まずカバンを忘れて出たんですよね。で、あ、カバン忘れてますって言われて、カバン取りに戻って、うん、で、また、駅まで来たら、あれ私、コート着てなくねって思って、カバンもコートも着てないことに気がつき、でも、キャップみたいなやつ一枚で外出たってこと。そうそう。寒いよ。あ、でもお酒だとね、ポカポカしちゃうからね。いや、そう。あったかくて。いやいやいや。で、さらに、カバン持ってない、ね。いや、そう、カバンもやばいですね、確かに。持たずに、ただ出た人よ、それ。確かに。何も持たずに出て、挙句の果てに、そのコートなかったのに、なぜか、まあいいかってなって。なんでいいんだ。そのまま家に帰って、家に帰る途中で、崖から落ちて、あ、ねえ、やばいやばい。足が血まみれになって帰ったことある。怖い。外で飲んじゃダメだよ、もう。ですね。あ、ごめんなさい。ちょっと崖は言い過ぎたかも。崖っていうか、なんかあの、スーパーとかになんか縁みたいなのあるじゃないですか。速攻のことかな、はいはいはい、そうだそうだ、そうかも。なんですいません。崖ではないです。ごめんなさい。段差です。さすがになんかね、ちょっと事件集がしたよね、今。そう。ドッキッとしたね。誇張表現が過ぎました。すいません。生きててよかったよね。いや、生きててよかった、うん。全然ね、死に直面しますからね、お酒って、ね。そうだね。確かに。気をつけないといけない。私の一番のやらかしですね。あ、そう言って。言えなかったやつさっき。あの詳しくは何気になる。字幕で言ってますんで。なるほど、秘密なんだ。言っちゃったなら言っちゃえば。確かに。ね、死にかけた話ですか。死にかけたんだ。死にかけた。これあの、うん、まあ、リグロスデビュー9月、去年の9月10日なんですけど、そのデビューの1か、うん、ちょうど1ヶ月前ぐらいに、うん、まあお酒を飲みすぎまして、うん、うん、初めてちょっと死に直面するっていう出来事があって、もうデビューできてよかったね。そうだね。死ねなくてよかった。このままデビューできなくて死ぬんだと思いながら、冷たくなるんですよ、体が。もう寒くて寒くて、冷たくなるんです。あ、やばいやばいやばいってなって、直前の体温の低さの経験者なので、それは負けません。うん、どういうこと？誰と何と戦ってんの？一個ね、ラデの酒の失敗談を話そうかなと思います。ホロライブデバイスでデビューできますよって言われてからのお話でございます。最近やないかーい。結論から言いますと、ラデンサンズの川を渡りかけましたね。サンズの川を渡りかけるまでのあれを話しますと、その日はですね、とても居酒屋が繁盛していたものでございまして、で、この居酒屋のね、マスターのお友達さんみたいなのが結構いろいろね、来ていらっしゃって、まあ私も働いていたんですけれども、結構ね、フリーダムな居酒屋やった件が、お客様からお酒をいただくことがあって、
姉ちゃん飲むやんかつって、ちょっと半合あの日本酒のこのぐらい、あーくそこのぐらいつって、今表現できねー、 このぐらいのグラスが半合と、まあその倍の1合っていうやつがあるんちゃけど、半合姉ちゃん飲みなよって感じでね、あのお客様からいただくことが多かったんです。その日螺鈿は結構ちょっとやそっとじゃ言わんけんが、わーありがとうございます、嬉しいですって言いながらお酒をいただいたんでございましたよ。でその日結構忙しいってのもあって、こうお酒で忙しさを紛らわすというかあのお酒でちょっと労働してるあれをいい気分にすると言いますかっていうね感じでやっていて、無事にそのまま退勤しまして、お疲れ様でーすって言って、その後まかないをいただいてる時に、うちのマスターめちゃめちゃ気さくな人やったけんが、閉店後にも全然あのお客さんオンシャちゃんフリーダムな居酒屋あるある、閉店後にも全然人がいるまかないもぐ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 って食いながら、あの全然お客さんもおるみたいな家かみたいな、お客様もいい気分になっとんしゃって、いっぱい飲んでよ姉ちゃんってことでいっぱい日本酒をいただいておりまして、別のお客様からマスターと私にということで、結構アルコール度数高めのお酒を一缶いただいたっちゃんね。その時点で螺鈿もう多分一升瓶ぐらい飲んどったっちゃん日本酒をでもまあいけるかなと思って、マスターとね一缶を半分半分にいたしまして、ねまあそれを飲んだわけでございますよ。おいしいって言いながらまかないも食べながら、その後もね全然お客さんおんしゃって帰れる雰囲気じゃなかったけんが、そのままねまたまた日本酒を2合ほど煽ったんですけれども、その時点でねあの螺鈿の意識が朦朧としてきていたようで、あ覚えてないっすな、まあ死にかけたんすねあの急性アル中で死にかけたんすよ。その時に三途の川まで行きまして、あー向こうで死んだじいちゃんが手振っとるわーっつって、あじいちゃんと思ってパシャ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 行ったら、じいちゃんがこんなに早くここに来るのなぜなぜって言われてぶん殴られてなぜなぜボーンって言われて、あのそのまま起きたら朝でしたねなぜなぜはちょっとあの脚色しておりますけれども、死んだじいちゃんがまだ死んじゃいかんお前はっつってぶん殴って、で戻ってまいりました、ただいまみんなただいまー、なぜなぜ怒り怒りのなぜなぜでしたねあれはこのまま死ぬところやったと思って、あの時死んでいたらですね、螺鈿は今こうやって皆さんとお話しすることができていなかったわけでございますな帰ってこれてよかった、笑い事じゃねえ、そう流れですね。この話をなぜしたかと言いますと、お酒は怖いんです皆さん。螺鈿みたいにね、死亡だからガハハハハと言ってる人でも油断するとこうなるんでございます。自分がお酒は慣れていると油断してる方とか、あとはお酒初めてだけどちょっといろいろなんかこれとか挑戦してみようかな、アルコール度数高めだけどまあいけるっちゃないって思ってる方、お酒は怖いよお酒は美味しいし生きる糧になるっちゃけど怖いものでございます。皆様もお酒を飲むときには慎重に、もちろん他人に強要させてはいけませんよ。皆さんお気をつけくださいね、本当に本当に本当にお気をつけください